自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。今日私はこのステラちゃん、次は一体何に変身したらいいですかと皆さんに質問したところ、コメント欄でたくさんのアイデアをいただきました。そして一番いいねが多かったものに決定いたしました。それは何かと言いますと、なんとユニコーンです。さあ、ユニコーンに変身するということで、一体どうなるんでしょうか。とりあえずまずこのね、前回のビデオで作った風船のドレスを脱がせてあげたいと思います。なんとこれ風船でできています。もしこの作り方を見たいという方は、ぜひまた私たちのチャンネルをチェックしていただけたらいいと思います。さあ、実はステラちゃん、一度すでにユニコーンになってるんですね。で、それいつだったかというと、ハロウィーンの時にユニコーンに変身していました。そしてその時のコスチュームがまだ残っています。で、今回はそれをまた着せてあげたいんですが、少し欠けている部分などあるので、粘土で調整してあげたいと思います。そして今日はレインボーの髪型を着せてあげたいと思います。このように頭に角と耳もつきますよ。さあ、では一体このドレスと、ね、カチューシャですかね、カチューシャどのように作ったのか、ビデオをもう一度チェックしてみたいと思います。さあ、使うのは白い粘土。私はシルクレイという粘土を使っています。これを使ってまずドレスの部分を作ります。今回はロングドレスではなくミニドレスにしたいので、ちょっと短めで作っていきたいと思っています。このシルクレイのすごくいいところは、簡単にね、くっつけることができるし、その上に簡単に外すこともできることなんですね。なので、ぴったりだと思います。そしてちょっと滑らかにするために、このようにペンでなだらかにしてあげて、さあ、ドレス部分が完成しました。これだけでは味気がないので、ピンクの粘土でベルトをつけてあげたいと思います。このようにちょっと手で長く伸ばしてあげて、じゃじゃん、ピンクのベルトができました。では、尻尾ですね。尻尾をまず作りたいと思います。で、私が使うのはこのつぶつぶが入った粘土です。とっても面白いテクスチャーなんですが、これのピンクと紫を使っていきます。それぞれに細長く伸ばしてあげたものを2本ずつ用意します。そして、作ったものをこのように一つに束ねます。はい、これで尻尾が完成しました。これをステラちゃんのお尻のところに、背中ですかね、背中のところにつけてあげます。さあ、そして次はステラちゃんの角ですね。角を作っていきたいと思いますが、まず輪っかをぐるっと作ってあげたいと思います。このように頭にぐるっと、ちょっと長さ足りないですね。もう少し足してみましょう。さあ、これでどうかな。じゃん。いい感じですね。はい。まずこれで土台ができました。ではここにつぐをつけていきたいと思います。つぐですがピンクと紫の混ざったものにしたいので2色使います。こんな感じですね。それぞれに小さく小さくちぎってから細長く伸ばしてください。そしてそれを1本にまとめてねじってあげます。こんな感じですね。先の方をちょっと尖らしてあげると、じゃじゃーん、つぐの完成です。これをステラちゃんのこの土台のところにくっつけましょう。いいですね。さあ、そして仕上げにペガサスの耳ですけれども、耳はまたシルクレイの白い粘土を使います。このように小さくちぎってから手で丸めてあげて、ペンなどでグッと中心にへこみをつけてあげます。こんな感じですかね。そしてこの土台のところにくっつけてあげましょう。はい、このように、ハロウィンの時ペガサスのドレスを作ったわけですけど、それを今もう一度はめてみます。よっと、じゃーん、こんな感じですね。はい、そしてお尻の部分ちょっと割れてしまっているので、ここを今日調整してあげたいと思います。ここですね。はい、で残念ながら今シルクレイの白い粘土がないので、このつぶつぶの入った白い粘土で代用します。でもまあ全然大丈夫ですね。あるもので調整してあげましょう。こんな感じですかね。はい、そしてこの前の胸の部分もちょっと飾りとしてつけてあげたいので、この白いつぶつぶの粘土をまた細長く伸ばしてあげて、ね、ちょっとパールみたいですよね。これ可愛らしい、いいアイディアでした。こんな感じ。そしてスカートの裾もちょっとアレンジしてあげましょう。同じだとね面白くないので、じゃーん、できました。かわいい。さあ、そして最後仕上げにこの角をつけてあげますが、ちょっとうまくはまりませんね。どうしたかな。ちょっと大きいんですかね。じゃあちょっとこのまたもやシルクレイではなくて、このつぶつぶの粘土を使ってこのお団子の後ろに固定してグッと手で押してあげると多分止まると思うんですが、どうでしょう。いけるかな。止まれ。いけました、いけました。はい、止まりました。さあ、できました。ユニコーンのステラちゃんです。完成しました。皆さんどうですか？このアイディア気に入っていただけたら嬉しいです。そして次またこんなものに変身させてほしいというのがあったら、コメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。では、また次のビデオで会いましょう。そのためにチャンネル登録をしてくれるととっても嬉しいです。ではまたね。バイバーイ。